みなさんこんにちは、しょりみチャンネルの司法です。はい、ということで今回はですね、今回は友達のね、今回はバレエの発表会に友達と行くんですけど、ややこしいね、友達のバレエの発表会に友達と行くんですけど、今回はね、その用意をしていきたいと思います。はい、ということで着替えとかも、着替えとかだけなんですけど、着替えとカバンの用意ぐらいなんですけど、やっていきたいと思います。はい、もうね、顔洗ったり髪やったり、あ、アイロンして髪やったりご飯食べたりはしたんで、そうそう、まだね、髪の毛切りたてなんだよね。そうなの、だから、うん、反応気になる。あ、カメラ回していこうかな、こうやってこうやって、うんうんうん、どんな反応されるか、そうなの、楽しみあとさ、明日学校行ったらさ、何人の人にさ、あの髪切ったって言われるかカウントしてきてよ。いいよ、分かった、カウントしてくる、うん、今日さ、じゃあ明日すごい目立とうかな、みんなおはようダメだよ、そのアピールしたら見てよ、今日の私逆なんか違うでしょダメ、言っちゃダメだよ逆にひっそりとこう下向いておはようございます、なんでなんか目立たないようにいかないと、それでも気づいてくれたらすごいじゃん。みんなおはようとかやってやったら絶対、絶対見るよ、ね、見て私まあいいや、はい、ということで、じゃあまず着替えますか。先に着替えますか。はい、はい、着替えます。じゃあ着替えてください。はい、着替えてきます。はい、もう決まってるんですよ。そうです、すごい悩みましたファッションショーしたよね確かに。はい、ということで今日は どんな感じですか。この島村で買ったこのプレイボーイのパーカーに、はい、多分イングだった気がします。イングで買ったこの黒いスカートをインしました。これイングなんだ。イングだと、あ、違う、ウィゴーだ、ウィゴーだ、ごめんなさい、ウィゴーでした。ウィゴーで買った、ね、このベルトどこで買ったか分かんないんですよ。うん、なんかでついてたのかな、スカートに多分、うん、2個あるってことは買ってないの、単品で、単品だし、そうだよね、だからウィゴーかもね、ウィゴーだと思います、うん、はい、ということで、はい、これでいきたいと思います。はい、カチューシャつけるんですか。はい、カチューシャをつけたいと思います。はい、こうかな、やっぱ二個付けをしたいと思ってて、はい、これ300円均一のお店で買いました。はい、2個付けいきますか。でいっか、これでいいですね、これで、はい、いいですか。はい髪が短いからさ、うん、合うかな、初めてだもんね、短くしてつけるのね。そう、どう、でもなんかこの服ならさ、帽子とかでもいいかなと思った。あー、スポーティーだからね。そうそう、はい、 OK です。はい、はい、OK です。で、次にカバンいきますか。はい、ちょっと待って、ちょっとだけハンドクリーム塗ろうかな。うん、あ、持ってく、持ってっちゃう最近ね、最近ね、ニベアのずっとこれを使って、うん、最近ずっとこれを使ってます。匂いがあってすごいいいですよ、ニベアソフト。うん、これをね、使ってます。はい、今日は友達なんでね、メイクとかはしていきませんね。うん、なるほど。はい、私たなんか浮きそうというか、なんか引かれそうえ、誰やんのたださえ髪切ってるのに誰って思います。はい、じゃあメイクはせず、はい、ね、まあ、学校の友達と出かけるときはまだ5年生なのでみんなメイクしないからね。そう、だから私も一切してかないし、はい、休日だけ。うん、これほんといい匂いだからもうつけてみ、マジでいい匂いなんだ、うん、癒されんの。うんそれは甘い匂いだよね。これもいい匂いなのうん、ね、ワセリン、うん、これバセリンっていうの、ワセリンっていうの、これ商品名はバセリンだ。うん、このクレームビュルレみたいな、
書いてあるんだけど、この匂い好きで私、こういう匂いが好きなんですよ、ね、ほんと バニラチックな。バニラチック、はい、甘い匂いが吹く、うん、はい。ニベアのね、このリップがあるんですけど、これもあの茶色い目のやつ、あの匂いが好きやし、今白だけど、うん、あのニベアのこういう袋に入ったやつ使ってるから、うん、これなくなったら匂い付きがいいなと思ってて、また甘いやつ、はい、これに似たやつ、うん、オッケーですね。オッケーですか。手にね、余ったね、うん、セリンをね、こう手に塗ったりね、うん、ほんとこれはどこにでもいいんで、うんうん、ほっぺとにこう塗ったりしたらもいいし、そうそう、なんどこにでもいいんですよ、うん、別にどこにでも塗ってます。はい、余ったらどこにでもいいの、髪にねつけちゃってもいいし、うんうん、そうそう、髪につけてもいいし、これも、なるほどね。はい、ということで次にね、カバンをやっていきたいと思います。はい、で今回ねベルトがね、うん、銀なんで、うん、銀のカバンがいいんですけどあれでいっか、あのいつもか友達と遊びに行くときに使ってるカバンで、うん、これでいいですね。これでそのほら銀なんですよ、このチャックとか、これがどれですか、このカバンで、このチャックとかね、このそう、銀に銀と金と銀にすごいこだわる。そうなんです、なんかベルトが金だと、うん、このチャックとかこのね、うん、このなんていうの、金具？そう、金具が金じゃなきゃ嫌なんですよ、うん、で、ベルトとかこういうあのアクセサリーが銀だとこういうのも銀にしたくなるんですよ。靴もね、金と銀の金具で分けてて細かいなるほどね、これでいきたいと思います。はい、何入れればいいの？でもチョコは入れてこうと思ってて、チョコですよ、じゃあ入れるものをね、このね、この前コストコで買ったね、いっぱいあるんですよ、このチョコが。まだえ、あーこれね、1週間に 1,2 個しか食べないんで、うん、マジで減らなくて本当にやばいです。なのでみんなにね、持ってくの、そう、まあ、まだね、うん、1袋も減ってないのやばくない？やばい、やばいと思う。そんなにでもね、しょっちゅう食べるもんじゃないもんね。だからみんなに配ろうと思って、うん、お疲れとか、何個がいいかな、5人だよね、じゃあ5個でいくかやっぱ6個持ってこう。なんでしーちゃんだけ2個？うん、違う、なんか奇数より偶数が好きなのそうなの、そういう理由だけだけど、偶数がかっこよくない？かっこいいとかあるの？8とかなんか分かんないけど、でもなんか偶数って簡単じゃん、2で割れるんだよ、うん、まあね、奇数ってめんどくさいじゃん数的にも、だからです。どうします？私あのいつもね、休日のカバンっていうのはね、うん、あので入れ替えたらいいんじゃない？もう必ず私ね、あのこういうのが入ってるんですよちょっと映ってる、このカバンになんかこういうのが入ってるんですよお茶子のなんかポーチのなんかはみ出してるよ、なんかはみ出してるんですよはみ出してるんじゃん。そうそう、だから閉まんなくて、うん、全然持ってってるんですけど、うん、これは持ってけないので、今日はメイクを持ってかない。あとね、とどろきくんのね、どうぞ、とどろきくん。でね、そう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 。このポーチの中にはね、なんか喉スプレーが入ってて。どれ？この喉スプレーとかね。あと絆創膏が入ってるんですよ。あと喉飴。うん。そうそう。あ、また喉飴出てきたじゃん。喉飴が入ってて、うん、これも必ず持ってってるんですよ。そうなの？そうそうそう。あとはもうこういうのなんで、うん、このハンカチ使ってないからいいか、使わなかった、昨日使わなかった、そっか、あれ昨日だってイオンでしょ、うん、使ってないわ。じゃあこれを移し替えて、うん、
これね、あ、この前紹介したお財布ですね。はい、そうですね。で、あと携帯かだけ。とどろきくんは持っていかないんですか、この。どうしよう、とどろきくん。でもなんか友達だよ、聞かれそうじゃん。みーちゃん何持ってんの。え、見せなきゃいいんじゃない、別に。じゃあ使えないじゃん。ああ、鞄の中でこう開ければいいのか。いや、別に無理に持ってかなくてもいいと思うけど、使わないんだったらね、喉スプレー。ね、でも使うよね。知らないけど。スマホちゃんね、スマホ入れます、うん、あとイヤホンも入れて。ここに落ちてますね、イヤホン。携帯とイヤホンはずっと一緒だから。まあね、入れて、うん、これも入れたか、待って、ちっちゃいのにしようかな、持っていくな。でも匂い付きの方がいい。入れてって、うん、これも入れてくね。じゃあ入れてきます。ハンドクリーム持ってきますね。持ってきます。今日は今ね、9度です、外。はい、ちょっと寒いかもしれない。入れてって、どうしようかな、これポーチ変えてこか。そのまま入れちゃえば、カバン小さいし。入れるか。あ、トトロキ君ごと入れるのね。え、なんで。中身だけ入れるのかと思った。だってバレエ見に行きたいよね。怖いよね。怖いんですけど。二人ともバレエ見たいよね。いや、でもお茶子は行けないよ、今日。え、お茶子行けないの。行けないでしょ。じゃあ置いてくわ。そうだね、置いてくわ。お留守番、お留守番、お留守番、お留守番。で、デク君もね、お留守番だし、最近ずっと、うん、よし、お留守番だ、仲良く。そう、みんな仲良く、うん。オッケーです。はい。オッケーですか。あとちょっと目薬入れてきます。はい。目薬と、うん、のど飴もう一個持ってきた。もうないわ、目薬。私必ず寝る前にしてんの。あ、そうなんだ。あのさ、うん、寝る前に、こう、ベッド入るじゃん。うん、そしたら、まず目を体操するの。うん、ちょっとこう、ぐる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 して。うん、その後に目薬して、うん、すっきりした状態で寝るの、目を。なるほど。誰か来た。お、リミさん、どうした。これくらいかな。これくらいかね。もう準備万端ですかね。そうですね、準備万端ですね。はい、はい、よし、OK です。 OK？ はい、OK です。はい、ということで完成しました。これはイングファーストかな。はい、もうだいぶ前に買ったやつね。2年前ぐらいに買って、リバーシブル。そう、かわいいんですよ、これ、この上が。はい、はい、でね、このカバンはどこだっけ。アベイル。アベイルだっけ。アベイル、ね、アベイルで買ったんだと。珍しいよね、アベイルで買った。はい、ということで行きたいと思います。あれ、はい、このカチューシャは3コインズで、さっき言ったっけ。え、3コインズじゃない、なんだっけ、300円のさ、あ、ちょっとここに出しておきます。300円均一みたいな。そう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 、300円イオの中に入ってたやつです。はい、はい、ということで行きたいと思います。本当はこれで行きたいけど、この靴着てないんだよね。洗う。この靴もこの靴着てないんだけど。みんな着てないんだ。どうしよう、どっちを履いていくのかな。これでいいか。ズマもこれ履いてないでしょ。履いてない。だこれ、まあ、ママも一応履けるけどね、サイズ的には。うん、これとこれは私の靴。うん、靴はそれですね。はい、ということで行ってきます。はい、いってらっしゃい。ほいほい、気をつけてね。はい、はい、楽しんで。はい、行ってきます。いってらっしゃい。